南側6より見た屋敷構え土蔵とおもや、傾斜地に石垣を築いて、屋敷地を造成している様子がわかる。石倉と土蔵のシ屋の東半分。一部に2階が設けられ、その部分は最高のために屋根を切り上げている。千葉家住宅は岩手県東野市にある歴史的建造物。江戸時代の南部地方特有の住居と馬屋を平面 L 字型に連結した農家建築。 曲がり屋を代表する建物として知られている。江戸時代後期に、斜面地に築かれた石垣状の平地にある面積540平方メートルの大型の住居で、25名の人と20頭の馬が、この一軒の家で生活していた。以前は住居として使われていたが、2013年6月より、東野市の管理となり、住人はいない。折、敷地と建物の一部を公開している。 付属建物や石垣などを含め、屋敷構えがよく残されており、2007年に建物と宅地が国の重要文化財に指定された。敷地の一部は NHK 大河ドラマ、花の欄の撮影に使われ、当時のセットが保存されている。以下の建物と土地が重要文化財に指定されている。おも屋はかやぶきで、寄せ舟作りの居室部の手前に入りもや作りの馬屋部分が突出し、 全体としては、L 字状の平面をなす。居室部は、上手に、南北2列、東西3室の、軽六室を設け、下手は、台所と土間とする。上手の一部に2階を設ける。都市室部は、元は馬屋であったが、展示室等に改造されている。屋敷地は、南向きの傾斜面に石垣を築いて整地している。付属建物等もよく残り、合同の屋敷構えが、 よく保存されている。こうした点が評価され、2007年12月4日、国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。